今日は手作りやむ茶のお店に来ました。ここで自分の好きなものを選んで蒸してもらいます。結構いろいろあります。蒸していただいてできるのを待ちます。今日はお茶です。お酒じゃありません。お茶です。はい、ヤム茶。結構量あるようで、そんなにお腹にたまらないので、これだけではちょっと足りません。ピータン、これはナスですね。これはエビなので、ローマイタイも頼んじゃいました。これがうまいんだよね、もち米みたいで。いただきます。完食、ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。